私たちの研究室では固体の表面や海面に存在する水分子の研究をしています。私たちはこの水分子を光を使って研究しています。光を使うことで分子の振動の運動というものを見ることができます。この分子の運動から水素結合のさまざまな性質を紐解いています。